エナンティオルニスは、エナンティオルニス類の鳥類の属である。タイプ種は現在は、唯一の種となっている、イイレアレで、化石は、アルゼンチン、コルドバ州のエルブレテにある白秋後期の堆積岩から発見された。現在発見されている、エナンティオルニス類では、最大級で、全長は、生体で1メートルに達し、中型のハゲワシやワシの生態的地位を占めていたと、考えられる。 イーレアレは、肉食性の可能性のある、別のエナンティオルニス類イアビサウルスにある、程度近縁であるが、正確な系統関係については、明確になっていない。独自の科、エナンティオルニス科に分類されている。アジアで発見された他の種はかつてこの属に分類されていたことがあったが、現在では分類されている。元のイナンティルニーズマティーニは現在、インコロルニスに、 元エナンティルニーズウォークリーは、エクスポルニスに分類されている。かつてエナンティオルニス属に分類されていた理由は、エナンティオルニス類の多様性が過小評価されていたためである。ありがとうございます。